はいどうも、アバンティーズのリクオとソラジータゼロです。はい、ということで今日はね、僕の方からちょっと皆さんに、はい、まあなんかちょっとお伝えしたいことがありまして、はい、あのちょっとそうですね、このカメラ前に立っているというわけですけど、なんかすごい変な喋り方になっちゃう。まあ素直な気持ちを、まあ、そうですね、ちょっと今現状ちょっと皆さんもちょっとなんだろう、薄々違和感を感じてるというか、あれどうしたんだろうなっていう、いう気持ちになってる人たちがいると思うんですけど、最近僕ちょっと動画の方をちょっとお休みさせていただいてまして、まあそれなんでかっていうと、なんだろう、そのこの間なんかその動画の頻度を落としますっていうことがあったじゃないですか。それからなんかちょっと自分でもいろいろ考える面があって、このままなんだろうな、このままずっと動画こういう感じで撮っててもいいのかとか、例えば自分の撮りたい動画がなんかあまりうまく撮れてないなとか、なんかいろんなことが積み重なって、ちょっとまあなんか正直に言うと折れてしまったっていうか、なんかみんなの歩幅になんか合わせられないというか、なんだろうな、なんかまあ要するに分かりやすく言うと一人で落ち込んでしまって、でなんかちょっと動画が撮れない状況になっちゃったっていう感じなんですけど、でまあなんかそれで落ち込んでたんですけど、まあなんかメンバーの2人にそれじゃあなんか動画ちょっと休んでもいいよということで、お休みをいただいておりました。と、はい、いうことでですね、正直まだねその、うん、動画を撮れるテンション感にはなってないので、ちょっと改めてここで、僕陸を動画をしばらくお休みさせていただくということをここで報告したいと思います。はい、まあ僕から補足なんですけれども、うん、まあ、そのりっくん自体もそのなんだろう、精神的に疲れてしまってる部分もあって、うん、でその僕と鶴見の見解的にはそのりっくんが疲弊した状態だったり本当に好きなことをできない状態で活動を続けるっていうのはまたリックに対しても負担になってしまうんじゃないかっていうので、うん、一旦休んだ方がいいなと思いましたし、うん、やっぱりアバンティーズとして一番3人がやりたいことを最高の状態で最高のパフォーマンスをできるのが一番いいことだと思うので、決してリックが脱退するとかそういうわけではなく、リックが今後気持ちよくやれるために少し休みをいただけたらいいなという形で、はいはいはい、今回の決断をいたしました。はい、まあ、なので、まあ、今後、まあ、俺とソラの動画が中心になってきて、うん、まあ、たまに何だろう、別のその通常じゃない動画とかだと、うん、もしかしたらりっくんがたまに出演してるかもしれないので、うん、皆さん PV とかね、そうですね、うん、なんかその完全に休むってわけではなくて、できることからなんかやっていこうかなっていう感じで、うんうんうん、なんでその SNS、まあ普段から別にやってないけど、普段から Twitter とか別にやってないけど、インスタとかね、それを急にバタンという風に休むっていうわけでもなくて、まあ逆にそっちの方もちょくちょく更新しては、調子が良かったら更新していきたいなと思っているので、はい、よろしくお願いします。あとその今ねライブとかやってると思うんですけど、そっちの方は休みません。はい、ちゃんとライブの方は出るんで、皆さんご安心してください、はい、動画を作るっていうことに対して、そうそう、ちょっと離れてるっていうだけであって、はい、なんでそのまあたまに PV とかも上がりますし、あと皆さん忘れてないですかね、離婚マッチョ革命も来年の、ね、マッチョ革命も進めておるので、はい、今なんかちょっと頑張ってるんで、はい、そっちの方もねやめずに続けていくので、まあなんか皆さんに重く捉えないでほしいなっていうのが、うんうん、ただなんかその日常の動画から俺がちょっと休みをいただくなっていう感じで、はい、なんかちょっとずつ戻ってこれたらなっていうふうに思ってるので、はい、なんかちょっと皆さんなんか温かい目で見てくれたら
うん、僕も戻りやすくなるかなっていう感じで、はい、こんな感じですかね、はい、ということで、はい、まあなんかちょくちょく出ると思うので皆さんしばらく僕休みます、はい、はい、報告高橋報告以上でございます、はい、はい、高橋、はい、以上でございます、はい、じゃあこれからもアバンティス、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。